向いてる向いてないは別としてしてて楽しい仕事だなと思います。受験って本当に暇でやることなさすぎて、なんかもう本当に1万円もらえるなら体験でも行こっかなみたいな感じでめちゃくちゃ回って、気づいたらホストになってました。新人時代はその本当に昔から人見知りで全然人と喋れなくて、その新規とかについてもなんか一生なんかつかみ悪いし、お客さんもできなかったんで、一生出会い系サイトでお客さん頑張って作ってました。でお金もなかったんで、その100円ローソンで1日300円っていう決めて食費を、そうお金も切り詰めて結構頑張ってましたね。で2ヶ月目ぐらいからそのなんていうんですか、折半もらえるぐらいのラインまで上げれるようになって、3ヶ月目で賞金200万売って、そこからはもう結構トントン拍子で感じですね。でも結局半年ぐらいで辞めちゃって、ニートしてて、そろそろ働くかと思ってその正蔵社長に会いに行って、ずっと可愛がってもらってる感じですね。やっぱ名古屋一のそのホストの社長の下で働かせてもらってて、まあ、次は名古屋一のホストじゃなくて名古屋一の社長に僕らが押し上げたいなって意思をみんなすごく持ってるんで、僕もこのお店がオープンしてから最初からいるんで、その新しく入った子たちにそのヘルプとかだったり、まあ、自分のかっこいいところ見せれたりとかしてお店に欠かせない存在になりたいですね。